日本女星广末凉子、甜美代言广告的身影，接下来恐怕好一阵子都难以登上荧幕，就连正在拍摄的电影也喊卡。导火线正是不伦外遇，而广末凉子终于招认，发布道歉声明。この度は私、広末涼子の軽率な行動により、たくさんの方々にご迷惑とご心配をおかけしてしまったことを深く心よりお詫び申し上げます。一部週刊誌で報じられている通り、鳥羽様との関係は記事の通りです。鳥羽様のご家族に悲しい思いをさせてしまったこと、辛い気持ちにさせてしまったことを何よりも申し訳なく思っています。现年42岁，出道28年，还被封为20世纪末最后美少女。广末凉子认了不伦外遇，完美妈妈形象破灭，宣布无限期停工。这场婚外情丑闻对象是同样已婚的45岁米其林一星大厨鸟羽周作。风波延烧数日，当初两人第一时间矢口否认，而今鸟羽也同样发出认错声明，同时向广末的家人表达歉意。東京都渋谷区代々木上原のレストラン使用のオーナーシェフ。2020年开的餐厅，连续4年获得米其林一星殊荣，还开设 YouTube 频道，不藏私分享烹饪技巧。如今这场不伦恋，恐怕都为两人的前途蒙上阴影。三立新闻王少颖报道。